レクイエムはフレデリック・ディー・リアスが1913年から1916年にかけて作曲した楽曲。初演は1922年に行われた。ソプラノ・バリトンに軍の合唱と還元楽のために書かれており、大戦に倒れたすべての若き芸術家の記憶に捧げられている。このレクイエムはディー・リアスの主要曲の中でも最も知られていない作品であり、 初録音は1968年になるまで行われず、1980年までの間に世界中でわずか7回しか演奏されなかった。無神論者を辞任する D. リアスがなぜ明らかなキリスト教の楽曲形式であるレクイエムに着手したのかははっきりしない。1905年の人生のミサも宗教性を示唆する表題を持つが、歌詞は明らかに非宗教的なものである。 彼がレクイエムに取り掛かったのは、ノルウェーでの休暇を終えた1913年のことであった。この時点では、いかなる戦争も起こっておらず、そのため作曲開始時には、戦争に倒れたすべての若き芸術家の記憶にという、拳字がディーリアスの頭になかったことは明白である。第一次世界大戦勃発から10週間が経過した1914年10月26日には、 曲はかなり出来上がっていた。開戦以前の1914年のシーズン後半にヘンリーウッドとトーマス・ビーチャムの二人は早くもレクイエムの初演を引き受けたい意思を示していたが、これらの計画は戦争によって中止となってしまった。ディーリアスはこの機会を捉えて曲にいくつか細かい修正を施している。1916年5月15日までには彼は ピーター・ウォー・ロックに曲の完成を報告することができた。ディー・リアスの王位が間もなく終戦といった時期に軍事活動中の死を遂げているが、拳銃は1918年春の時点ですでに送付の決備に付されていたことがわかっている。ハインリヒジー・モンカ氏に関してはいくつか不明確な点がある。ディリアスは当初作品の死は自ら手がけていたが、 ドイツ系ユダヤ人のハインリヒ・ジーモンもこれに大きな貢献をしたものと思われる。事実、彼は少なからず自分が本当の作詞者であると考えており、著作権量を得るに値すると感じていた。ジーモンはフランクファーター・サイトング紙のオーナーかつ編集者であり、政治経済学者、作家、翻訳家、芸術師や音楽学者、現役の音楽家でもあった。 いかに彼とディーリアスが知り合いになったかについての記録は残されていない。字は特定の人物の作品をそのまま引き写してはいないものの、精神的にはニーチェやショーペンハウアーの著作に由来するもので、一方、シェイクスピア、聖書、マーラーの公共曲、大地の歌の詩の内容も暗示させる。ある瞬間には、ハレルヤがアラブ人のアッラーへの祈りと混然一体となる。 出版された送付には作詞者に関する記述がなく、ハインリヒ・ジーモンの関与は1970年代になって一般的に認知されるようになった。1965年のリバプールにおける講演でバリトンを務めたトーマス・ヘムスリーはこの曲の詞について以下のように記している。少々厄介だった。ニーチェをまたぎきして模倣したようなものに思えた。ディーリアス自身は レクイエムについて、非宗教的であると書き残している。初演の直前まで、曲の課題は、パガンレクイエムペーガンレクイエムであった。詩の一部が宗教と、その信仰者にとって決定的となったようである。当時の批評家たちは、こうした、キリスト教ならざる者との関係性について、反キリストとしてあしらい、反信論的な詩は、未だ第一次大戦で愛する者を失った苦しみの、 中にあった人々の心を捉えることはなかった。音楽批評家のヘンリー・コールズは次のように記している。曲の詩は、無味感想な合理主義的論説とさほど変わりない。ハレルヤがアッラーへの祈りと一つになっていることについては、あらゆる宗教戦争が等しく、無価値であるということを示すために導入された、世界の嘆きとし、全体として、デ D. リアスの観点は、大抵の 宗教的音楽よりも想像力に欠けるものとなった。なぜなら、否定することでは人々に通じる、推進力を生むこともできなければ、熱狂的感情を喚起することもできないからである。1918年、D. リアスは、私は、かつてこれほど、うまく書けたことはないと思っていると書いている。しかし、彼の最大の支持者であるビーチャム、ウォーロック、エリック・フェンビーでさえも、曲を、 初めて見た時に感銘を受けることはなく、さらに曲の大部分は最後までそのままであった。ビーチャムはディディアスに関する著作の中で、なぜこの曲が失敗したと考えるかについて、詳実している。フェンビーは、当初、曲について、私が知る中で、最も落胆すべき、合唱曲と書き記しているが、後に彼は、曲の長所も乱すようになった。 彼は1936年の著書、私の知る D. リアスの1981年の再版の中で以下のように述べている。D. リアスはレクイエムにおいて組織化された信仰を否定するという生に対する勇敢な態度を音楽で表現しているが、これは将来の世代からは彼の最も個性的で賞賛に値する楽曲の一つ、デンマーク風のアラベスクに次ぐ、 唯一の傑作として位置づけられるべき作品である。初演はドイツ語の詩をウォーロックが英訳したものを用いてロンドンにおいて行われた。ウォーロックはアーネスト・ニューマンがディーリアスの依頼を断ったためにこの仕事を引き受けることになった。ウォーロックの心は好んでも信じてもいない仕事に向いていかず、そのためにこのレクイエムが前向きな表を得る機会はますます減ることとなった。 学府の初版は1921年に出版された。ハインリヒジーモンはヒトラーの反ユダヤ主義から逃れて1934年にアメリカへと移り住んだが、1941年にナチスの先導によりワシントン DC で殺害された。彼はディーリアスの伝記を表していたが、出版されることはなかった。約30分フルート3、大ーボエ2、イングリッシュホルニジ。 バスオーボエ1、クラリネット3、バスクラリネット1、ファゴット3、サルソフォーオーミ1、ホルン6、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに打楽器、チェレスタ、ハープ、言語部2つの部分からなっており、さらに全体は5つに分けることができる。合唱は独唱者を伴って、すべての節に登場するが、2人の独唱者が同時に歌うのは、最後の節だけである。 初演は1922年3月23日、ロンドンのクイーンズホールにおいて、アルバートコーツ式、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団の演奏で行われた。ソプラノはエイミー・エバンズで、バリトンはノーマン・ウィリアムズであった。これはこのシーズン最後の演奏会であり、ベートーベンの公共曲第9番で閉じられた。エバンズは、ベートーベンの公共曲にも、 再登場したが、バリトンは、ハーバーとヘイナーに交代した。ヨーロッパ大陸での初演は、同年5月1日のドイツ、フランクフルトで行われ、これには作曲者も訪れた。この時の指揮者は、音楽批評家で、ジャーナリストのオスカー・バンパンダーであった。この次に曲が演奏されたのは28年後の1950年11月6日、ニューヨークのカーネギーホールである。 指揮は、ウィリアム・ジョンソン。合唱は、大学合唱団。管言楽は、ナショナルオーケストラ協会。ソリストは、アイネス・メニーヤと、EN ーー、ポール・ウーケナであった。同日の演目に上ったのは、シューベルトの公共曲第7番であるが、この曲の最初の主題は、ディー・リアスのレクイエムの冒頭に引用されている。次に、 演奏の機会が訪れたのは15年後の1965年11月9日であり、これはイギリスにおける2回目の演奏となった。チャールズ・グローブズ式、ロイヤル・リバプール・フィル・ハーモニー還元楽団の演奏で、ヘザー・ハーパーとトーマス・ヘムスリーがソロを歌った。1968年には、ロンドンで再演された。会場は、ロイヤル・アルバート・ホール、ロイヤル・フィル・ハーモニー還元楽団。 ロイヤル・コーラル・ソサイティの合唱、ヘザー・ハーパーとジョン・シャーリー・クワークという婦人であった。指揮はマルコム・サージェントが受け持つことになっていたが、彼は1967年にこの世を去っており、メレディス・デイビスが代役として呼ばれた。発録音は、このすぐ後に、同じメンバーによって行われている。1980年までに、アメリカでさらに2回の演奏が行われ、さらに、 デラウェア州、グリーンビルでも演奏されたが、この時は還元楽の代わりにオルガン、ハープ、打楽器を用いた演奏であった。1996年には新しい録音がなされ、1997年に発売されている。四季はリチャード・ヒコックス、ボーンマス交響楽団とワインフリート・シンガーズの演奏で、読唱はピーター・ゴールマン・ライト、レベッカ・エヴァンズである。 出展レクイエムの学府、国際学フライブラリープロジェクト、ありがとうございます。